どうもくまちゃんです。ゆみちゃんです。ネンハム、レイザーついに買っちゃいましたね。見て、育ってきた。本当だ。何日あれ、まだ4日ぐらいかな。4日ぐらい。着用頻度は？着用頻度は毎日、寝る時も履いてる。いつ脱いでんの？お風呂入る。やば。I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say.Gパンずっと履いとるな。もうほんと別々に寝てるからいいもの。後ろは。でもこれはさ、やっぱりちょっと太めだと蜂の巣の感覚がちょっと広めになるんですよね。いつもよりさ、ちょっと太い、ちょっと太いやん、比べると、だからさ、段よりやや太ぐらいだもんね。太めでリジットだとやっぱりね、こう感覚がね、広くなっちゃうんですよ、ちょっと。なのでこれをいい感じに、狭くするっていうかさ、やっぱり感覚が広いと当たりの位置がずれやすいんですよね、洗った時に。そうだね、一回洗った時に当たりの位置がずれちゃうんで、それをね、補正するために感覚をね、短くするようなことをしたいと思います。すると当たりの位置がずれにくくなると思うんで。目指せティムみたいな感じ。ティムみたいな感じになるかな。ねえ、なるといいね。でこれ見て、これ今までのさ、っていうかこのグリムティム、蜂の巣、これマジかっこよくない？この蜂の巣やばいっしょ、やばいよね、やっぱりこのぐらいの感じがなんか自分的にはベストなんですよ、で今回のデンハムはこんな感じ、ちょっとこれ感覚広いよね、そうだからこれをちょっとこっちに近づけたいんですよ、でその方法、やっぱりね、リジットなことが結構あれなんですよ、要因なんですよ。これ太く感覚広くなっちゃうんだって。硬いやん、リジットだと。だからちょっと濡らして柔らかくした状態を一回作って、で、のり付けは別に後からでもできるんで、一回ちょっと濡らして柔らかくしてみようかなと思います。これ霧吹き、これでちょっと濡らしてみたいと思います。柔らかくするっていう感覚かな。糊付けってさ、結局濡らしたところで糊取れんやん。洗わんと取れんやん。そう、濡らしただけだとまたそのまま固まるだけだから、糊付けって取れないんですよ。だから別に雨に多少濡れても気にすることってあんまなくて、ぬちゃぬちゃするぐらいで、ね、ぬちゃぬちゃ。でもそれを拭き取らんとその糊って取れんからさ、だからまあ濡らしてちょっと押さえてみようかな。アイロン、手でアイロンみたいな感じ、なんか布で。じゃあ濡らしてみますね。結構濡らすね。よし、これでちょっと。こんな感じで足は一旦伸ばすみたいな。こう一旦伸ばされました。これめっちゃまっすぐになるよ、これでちょっと糊取れたかなっていう感じがするじゃん。あれ、はい、こんな感じ。見て、綺麗になったね、これ今シワが完全に伸びた状態、ほらこっち、はい、でこれでちょっと履いてみますね。あ、本当だね、伸びた。伸びた。こっち。完全に伸びた。伸びてる。でこっちあとついてるじゃん。でこれでリセット。はい、リセット。やり直せるっていう。すげえやろ。で今これちょっと柔らかい状態なんですよ、これちょっと細くした状態でさ、ここ引っ張ったらどうかな。いくよ、これ伸び取るじゃん。うん、
太くなった気がするよ。うん、うん、ただなんかその手のところは腫瘍はつかんよ、うん、これどう。あ、もうなったなった、細くなった、なった気がする。ちょっと脱いでみ。うん、細くなってる、うん、なってるなってる、マジ、うん、すごいね。え、これでいい。うん、一旦脱いでみ。ちょっと脱いでみる。はい、いいよ。はい、どう、ほら見て、はい、どうかしら。はい、うん、ほん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 なった気がしん、広告なったね。うん、確かに。そう、私はそう思ったよ。広告なったね。うん、よっしゃ、じゃあ成功。やったー。もうこれで失敗してまた破綻とか言い始めちゃう、どうしようかと思ったよ。ちょ、これ見て、左右さ。うん、ね、明らかにこっちの方が細かいよね。うん、すごいじゃん、すごいじゃん。本当だ。やったね。はい、じゃあちょっと右もやります。はい、こんな感じ。うわ、お、多くなってた、多くなってた。やっぱ濡れた時の方はインディゴは落ちるんやね。うん、こんな感じで。じゃあまた履いてみます。と、伸びたね。うん、伸びたね。よし、伸びる、うん、引っ張って、引っ張りながら、うん、うんうん、いい感じやで。うん、はい、はいはいはい、あ、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いいじゃん、いいじゃん、いい、いいと思うよ。よし、ちょっともう、じゃあちょっと俺も見たい。はい、どうぞ。今日糖多めやな。はい、ほら大変やな。うん、ゴムがくなった。すごい、じゃああれだね、太いジーパンの蜂の巣の細かくし方みたいな感じやね。うん、うん、いいじゃん。これは要はずれないようにしんっていうかねる、うん、大変やな、超大変だよ。ティムより増えたかもしれんよ、これ。え、蜂の巣、蜂、うん、蜂の巣の幅が広い気がする。え、どっちが、え、これが幅が広いの、この、違う違う、この、この、この縦の幅ね、縦の幅、ここの、この長さが長い気がする。長さ、でも一回この部分になっちゃえば多分そんなに広がるってことないと思う。ああ、そうなんだ。ちょっともう一回。はい。どう？さっきより段数だいぶ増えてる。ほら。ね、だって幅ティムよりさ広くない？だってさ、こっからここまであるやん。うん、ティムこっからここまでやん。うん、ほら、広くない？で、1、2、3、4、6、7、8、9。1、2、3、4、5。まあ、一緒ぐらいかな。うんと。一緒ぐらいには入っとるかも。うん、いいですね、うん、いいね、よく、いいですね、うん、よっしゃ、成功しました。やったね。今パン1なんで映せない。やっぱりストレッチ入ってると真横にしか入んないんですけど、うん、やっぱり面100だとこう斜めにね入る感じがありますね、うんうん、そうだね、こだわったもんね、うん、本当はシルエット取るんだったらスーパーデンハマコレクションなんだけど、うん、ウィン100円のこだわりがね、ウィン100円のこだわりがどうしても譲れなかったんだよね、うん、まあ太めのジーパンでリシットから入ってこうやっぱ当たりの位置をずらさないようにするためには、うん、まあ、ちょっとね細かい方がいいんですよ、やっぱり、うん、ね、でそれのやり方というか、うんうん、でした今回は、うん、またちょっと外でね撮ってみましょう、うん、そうだね。今日の嫁ちゃん、今日の嫁ちゃんと赤ちゃん、赤ちゃんちょい不機嫌です。あ、あれ、腰抜けちゃう。え、大丈夫、腰抜けちゃった、大丈夫よ。今日は赤ちゃんのお洋服を買いに行きました、うんうん、と私の靴を買いました。お、え、あの、あなたの靴、私の靴、あのミセスには革のやつ、ああ、あれね、ブーツ、なんだっけ、あれなんていうの、ムートンブーツ買いました。人生初めて本革の靴です。
ハンガーのムートンブーツ、うん、リーのやつ買ったんだ、うん、おーすごいね、リーのやつ、リーのやつ買った。で、赤ちゃんの新しいお出かけ用のかわゆいお服を買った。うん、いいね、ひらひら。やっぱりなんかさ、ムートンもさ、偽物の革のやつめっちゃ多いやん。うん、やっぱり本革の方がさ、うん、素敵な感じするよね。あ、ほんと？そうね、うん、もうでも、うん、そうね、そうね。本当はさ、クマちゃんにサプライズでさ、うん、アメリカンイーグルのパンツと靴下さ、うん、あげようと思ってたの。うん、産後フォローしてくれてありがとうねーの、うん、もうまさかのさ、なんもなくなってたからさ。そう、俺パンツがね、うん、アメリカンイーグルばっかなんだよ。だからさ、撤退しちゃうじゃん、うん、あ、帰っちゃうんだって、日本からいなくなっちゃうんだって、アメリカンイーグル、うん、だからさ、その近くにね、そう、近くに長くてのイオンに入ってたからさ、うん、行ったらさ、なかってさ、諦めた。だから、その話をクマちゃんにしたんだよね。うん、ね、今日はちょっと2、3時間ほど出かけしてきました、赤ちゃんとともに。楽しかったね。ではまた、はい、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、バイバーイ。バイバーイ。